7月9日放送、山下達郎のサンデーソングブック、東京 FM が波紋を呼んでいます。山下達郎氏自身も所属するスマイルカンパニーと音楽プロデューサーで作詞家の松尾清氏との業務委託契約が終了したことについて語った言葉が激しい批判にさらされているのです。山下達郎 性加害を、憶測、扱い、知らなかった上で捨てゼリフ事の発端は7月1日の契約終了に関する松尾清氏のツイートでしたより小さい私がメディアでジャニーズ事務所と藤島ジュリー恵子社長に言及したのが理由です私をスマイルに誘ってくださった山下達郎さんも会社方針に賛成とのこと残念です より大きいと明かすと、矛先は山下氏に、やはりジャニーズに忖度忖度したのか、と、その対応を疑問視する声が多数上がりました。ネット上の反応を受け、ラジオ内でおよそ7分にわたって、反論、を展開した山下氏。ところが、この対応が怒りと落胆を招いてしまいました。まずは 裁判でも事実と認定されたジャニー喜多川氏の性加害について、松尾氏が発言したことを、憶測、憶測いいか減な推測をすることとしたこと、今年3月の BBC の報道などがあるまでは、漠然とした噂でしかなかったので、一作曲家という立場からは、そのような事実を知るよしもなかったと語りました。 これに対して1999年の裁判でも性加害の事実が認定されていくことすら知らなかったのかと法・悪・レに似た驚きもあったようですそして最も衝撃的だったのが「嫌なら聞くな」と言わんばかりの捨てゼリフ「ゼリフ」でしょう 自分のジャニー氏とジャニーズ事務所のタレントをリスペクトする姿勢を、忖度、あるいは長いものに巻かれているとそのように解釈されるのであれば、それでも構いません。きっとそういう方々には私の音楽は不要でしょう、と言い放ったのです。これには多くの人が強烈な違和感を抱いていてるようでした。 山下達郎が大炎上した理由は「良識を体現するスポークスマン」イメージですがここで発言の一つ一つをあげつらっても仕方ありませんそれよりもなぜここに至って山下達郎は大炎上してしまったのでしょうかその原因はこの数年で定着した「良識を体現するスポークスマン」としての「山下達郎」というパブリックイメージにあるのではないかと筆者は見ます 信用度が高かった分期待を裏切られたとの思いが強くなってしまったわけですね。インタビューやラジオ番組での発言を振り返りましょう。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。今回の山下達郎の発言に対する多数の批判コメントを見てて最初に思ったのは、なぜみんなが山下達郎を人格者のように勝手に思い込んでいるのかそこが理解できない、ということ。 彼の言い回しや声のトーンの影響もあるかと思うけど、ライブでの語りや彼のラジオ、たまにテレビで流れるインタビューの音声聞いてても結構上から目線だったり、人を小バカにするようなことを言ったり、本当に興味のあること以外は全く無関心っぽかったり、さりげないディスりも割と多めだし。 何か信念を持った極めてマイペースな音楽職人というオーラはまとっているけど決して「正しいいい人」という空気は伝わってこないんですよね自分は彼の作る楽曲と本人の甘くはない癖強めの性格とのギャップが何ともプロフェッショナル肩たというか職人肩たを醸していて好きなんですけどねまあ好き嫌いのはっきり分かれる性格を持った人物だとは思います ななのででではないです山下さんといえどもう70歳なんですその辺にいたら普通のおじいちゃんですよもう少し若ければ違う言い方ができたかもしれません日曜朝の TBS の元ご意見番さんや司会者さんしかりお年を重ねると過去のつながりを大切にしたり世間とはずれた発言をするものです まだこれからもいろいろな発言が出てくると思います。もう少し穏やかにお互いの言葉に耳を傾けてみましょう。まあ一流のアーティストが一流の人間性を備えているわけではないというのは洋の東西を問わず昔から分かっていること。とは家山達の言説に失望したのも確か。 僕がこう言えば世間は納得すると自信満々だったんだろうけど勘違いだったな義理と社会正義を分離して考えられなくなったら一般大衆から対価を得るビジネスとしての音楽はもうやるべきではないどこか南の島にプライベートスタジオを建てて好きな音楽作ってお友達に配布するような余生をおすすめしたい 山下氏の曲を自分の結婚式に使わせてもらったものとしていたたまれない思いでラジオを聴いていた「忖度ではないというのならご恩とご縁が一番大事」などと言わない方がいい「性加害は許されない」とは誰でも言える一般論服部義次氏の勇気ある告発を前にしてまだ知らないことにはコメントできないなどと言えるのか 北川氏のプロデュース業と子供たちへの性加害は表裏一体であったのにそれでもなお尊敬していると最後にばっさりと切り捨てたのは結局自分の発言が破綻しており説得力がないものと自ら認めたということ音楽家としての山下達郎さんのことは好きですし尊敬もしております なので今回のように音楽活動とは関係がないところであまり良くない印象を与えてしまったり評価されたりということがあったりするとしたら個人的にはすごく残念な気持ちになります。もう少し差し障りがないような言い回しをしてくれればよかったのに心の底から思っています。 好きだった芸能人俳優やミュージシャン等々の発言等によりその人の主義主張や考え方に触れてそのことが容認できずにその後は見なくなったり聞かなくなったりすることはよくあること今回もその一つに過ぎないだけ生活において音楽は大切なものではあるけど別にや山下達郎の音楽がなければ生きていけないわけではない 個人的には山下達郎は好きなミュージシャンであり若い頃はレコードをカセットテープに多数録音して車でドライブ時にはよく聴いていたし時代の流れでカセットテープは使わなくなった今でも CD は持っているし相変わらず車でドライブ時には時々聴いているそれが今回の騒動で当分の間は聴かなくなるのかなという程度 時が過ぎればまた聞くようになるかもしれないここまで山下がジャニーズとの関係に関わるのは楽曲提供やプロデュースをすることで若者の間にも「山下達郎」という名前を知らしめることができるしそれは山下や会社が業界で忘れられた存在にならないためには重要なことなのだろうしかしこういう社会問題に発展した時 関係性ができてしまったアーティストがどういうスタンスを取るかは重要で山下自身が言うように成果外は噂レベルでしか知らなかった裁判があったことも知らなかったというなら今改めてそれらの事実を知ってどう考えるのか松尾氏が主張する社長の会見や第三者委員会の設置はジャニーズ事務所がまともな一般企業ならやるべき当然のことを指摘しているだけで。 それを一方的批判と捉える山下はやはり玄り体制の会社を支持していると思われても仕方がない。